実は。やあ、二人ともごきげんよう。おっと。失礼失礼。今日は君たちにカルデアが誇る最新鋭のトレーニングシステムを体験してもらおうと思ってね。いやいや、訓練は常に最新のものを利用すべきだ。そうだろ？いい機会だしね。二人で汗を流して親睦を深めるのもいいだろう。さあ、動きやすい服装に着替えて、トレーニングルームに急いでくれたまえ。面白いぞ。ダヴィンチちゃん、一方的に言って消えちゃいましたね。でも、ちょうどよかったです。実は、先輩にふさわしいサーヴァントになるには、どうしたらいいかを相談しようと思っていたので、このトレーニングで、少しでも先輩の役に立てるよう、頑張ります。それでは、早速動きやすい服装に着替えます。先輩、ちょっと待っててくださいね。